どうも皆さんこんにちは。今日はですね、こちらパナソニック HCX1500、 こちらをジンバルに搭載してみたいと思います。搭載するジンバルはこちら、モザエアクロス3です。中型のそこそこ大きめのビデオカメラ、これがモザエアクロス3に乗るんでしょうか。早速やってみましょう。このジンバルを今から組み立てます。はい、搭載してみました。こちらになります。はい、メカメカしくてね、非常にかっこいいですね。はい、このビデオカメラですね、結構うちのお客様でお使いの方多いです。ですので、今回ね、この機にということでエアクロス3に、2じゃなくてね、3に搭載してみました。はい、で、特徴的なのはですね、このビデオカメラ背面のね、バッテリーが出っ張ってない。で、ファインダーもですね、全く、はい、干渉しないですね。はい、こうやってひっくり返すこともできますね。で、このエアクロス3の利点なんですが、ローアングル持ちでね、このグリップをアクロバティックに変化させることができます。ちょっとやってみましょう。はい、こんな感じです。こういうね、吊り下げ持ちが、このグリップがね、こうやって折れ曲がることによって、ローアングル撮影がですね、まさに、こうやってね、吊り下げで非常にこう楽なスタイルで、ローアングルでお子様なんかをね、撮るときに、はい、こんな感じで大人はですね、別にこうやってしゃがまずに撮ることができるというのが、このジンバルの非常にこうアドバンテージですね、利点ですね。じゃあ果たしてこの組み合わせで本当にいい映像が撮れるのかというのをね、ちょっと試してみたいと思います。まずは広角側で撮影してみました。太陽が眩しそうな息子の表情はともかく、さすがジンバルを使っているだけあって、全くブレのない安定映像が得られていることがわかります。ちなみにカメラ側の OIS 手ブレ補正はオンにして撮っています。次に望遠側です。こちらは厳密な手ブレ補正性能が要求されるんですが、ガタガタとしたブレもなく、とても安定しています。当店でお買い上げいただくお客様で、ビデオカメラに調整希望と書いていただければ、当店オリジナルのセットアップをして発送することも可能です。ぜひご利用ください。はい、というわけでご覧いただきました。非常にね、安定した映像が撮れました。バッチリですね。はい、で、撮影もね、非常に楽でした。夏で暑いんだけどね、こうやって腰をね、かがめて撮影することなく、こんな感じでね、子供のお子様の身長に合わせて撮影ができると、はい、いうことで、非常にね、おすすめな組み合わせだと思います。このモザエアクロス3ですね、動画説明欄に商品ページリンク貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、今回動画をご覧いただいた方限定にですね、スマホホルダーをお付けしますので、動画見ましたと書いていただけたらお付けしますので、ぜひね、チェックされてみてください。非常に格安で、こういうビデオカメラに適したジンバルということで、おすすめしたいと思います。はい、そんなわけで本日は以上になります。ありがとうございました。バイバイって。